してくれたわね。はいつくばって土下座でもするのが筋ってもんでしょうが。そりゃ聞いた時にはちょっとなんか焦っちゃったけどさ、よく考えたら別にどうでもいいかなって。どうでもいい？だって過去のことでしょ。大事なのは今なのよ。意外でもないわよ。何故ですか？私が組むならやっぱりマムシが一番だと思うもの。猿、どうしてわかったのよ。ゲーム。フォスとはあまり話したことないね。僕はアメシスト84。僕はアメシスト33。よろしくね。あの音した。はーい、じっとしててね。あ、ごめん。確か甲子園まであと一つだったはずだ。負けてしまったかな。でも私の方が強い。すっごく強い。あー、はいはい。見えた。ちょっと手遅れかも。クラウトより一直線、クジラの森でいさかいが。はあ、メナスはこの調子ですし、このままでは。なんなのよもう。なんだって言うのよ、紫のやつ。何がドリフターズよ。あのね、ネチネチダメ出しされるぐらいなら手伝ってくれなくていいんだけど、みんなと一緒に帰ればよかったのに。ルセ。いや、慌てて出てきたもんだからさ。慌てて？いや、なんでもない。イリア、ミユの言う通りだ。はい。早めに計画的に手をつけておけば、ギリギリで苦労しないで済む。早めの行動は大事なんだ。